意外やなと思ったのは、ゆうきさん、中島選手が、まあ、こっち来るまで全然知らなかったんですけど、怖いんかなとか、怖いイメージありましたか。怖い、まあまあ、見た目が見た目なんで、全然喋らんのかなと思ったら、全然違って、気さくに話してくれるし、すごいいい人やなと思います。最近は、高江、平戸、太田、意味もない話を基本的にはしてません。中身のないような話です。まあ特に何をするわけでもないですけど、まあ買い物行ったりって感じですね。別に予定を立ててここに絶対行きたいっていう感じでもないんで、フラフラやってます。ぐらいでなんか考えすぎたようなプレーが増えてしまって、自分の中でもいろいろ思うとこあったんですけど、まあ、前回の試合はああいった形でアシストもできて、自分の中でもう一つ吹っ切れたのかなとも思います。しっかりと得点が取れて 3-0 まで持っていったとこは良かったんですが、まあ、最後失点してしまって、まあ、終わり方的には良くないなと思ったんですけど、まあ、結果だけ見れば 3-1という素晴らしい結果で勝ち点も取れたんで、いいゲームだったかなと思います。クロスっていうのはやっぱり中に人がいないと入らないし、逆に中に人がいても僕らが上げていかないと入らないっていう感じ、信頼関係があってのものだと思うんで、まあ、そういう部分では前回久しぶりにアシストできたことで、まあ、中野選手も入ってきてくれるやろうと思うし、自分的にも、中をしっかり見ることができるようになるのかなと思います。そういう点でも良かったんじゃないかなと。どこかなあ、でもまあやっぱ1年目の出来事になるのかな。結局、まあ、開幕戦もすごく覚えてますし、1回1年目スタメン外されて、また、はい、ために戻った時の試合もすごく緊張して、その試合がでも一番緊張したかなと思います。それで、でも結局一番残ってるのは、まあ、昇格した試合かなと、結局は1年目の讃岐戦が一番印象深いゲームだなと思います。まあそれぞれ大宮にも町田にも印象のある試合っていうのはありますけど、それに勝る試合はまだないのかなと。試合ぐらいですかね。なんか久しぶりに出るってなるとやっぱり緊張する部分はあるかな。やっぱかかっちゃう部分もあると思うし、その試合は結構印象あります。緊張はしない。まあ今日大輝に話してたのは、まあ、自分が、まあ、大輝は経験がまだあんまりなくて、自分はある程度経験も増えてきて、年齢的にもいい年になってきているので、若手の選手を成長させるために、自分がやられたら嫌なこととか、こういうことした方がいいんやないかみたいな、そういうアドバイスは言うようにはなりました。今まではやっぱりそういう余裕もなかったし、自分のことを考えてやったんですけど、まあ、パッと見た時に気になるようなことは誰かに構わず言おうとは思います。特にないですね。いやまあでも、はい、走るところで、走る部分では負けたくないなと思いますけど、まあ、そのために練習でもしっかり準備をしないといけないですし、そういった部分では準備に関しては負けたくないかなと思います、それはまあチーム全体と同じで昇格っていう目標です。
ローテ戦いい形で勝てたんで、まあ、それを続けれるようにチームとしても素晴らしい練習はできてますし、